ジャンボピーターライドです。このタイムご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、北海道は札幌市にいるんですね。で、今から夜市に行きたいと思います。先日アップさせていただいた動画でですね、ワイン農園に行きましたっていうね、動画をアップさせていただいたと思うんですけども、そちらのですね、金田農園さんに行きたいと思います。まあ、なぜ今回行くかというと、ちょうどですね、今ブドウの収穫時期なんですね。その収穫の様子を見学しに行きたいと思います。で、本日なんですけども、ゲストございます。今からですね、迎えに行きます。はい、北海道までですね、まあ、来る方なんで、どんな方が来るのかっていうのはね、私にも分かりません。嘘です、知ってます。札幌駅着きましてですね、こちらで、ピックアップさせていただきたいと思います。はい、今日のゲストこちらでございます。どうも、ワイフ内藤です。元気だった？元気？はいはいはい、あー、いた、着いた。ワイフ内藤さんでした。お久しぶりです。ぶどう収穫できてるのかな。今日の朝からやってるのかな。あ、マジで。ちょうどもう今だって。よわ、明日が雨っぽいからもう今日やっちゃうみたいな。うわー、明日雨なんだ。早めからバーベキュー。なるほど。夜市着きました。あ、そういえばワイフライトさん、はい、アップルウォッチって持ってきてくれましたよ。ありがとうございます。もう届いてから1週間以上経ってますけど、ようやく手元に届きました。ありがとうございます。その中に入ってます。わー、すごい、でっかい箱、想像より。そうよ、変わりました。あと5分で着きますね。その間に私はアップルウォッチを開封します。こんな開封あり？あー、すごい素敵だもの。じゃん、本体結構やっぱでかいわ。本体やっぱりちょっと大きいっすね、これ。まあやっぱでかいっすね。ベルトつけてみようかな。ガシン、こんな感じ。着きました、金田農園さん。家がどんどん立ってる。本当だ。はい、着きました。約1ヶ月ぶりですね。金田農園さんですね。金太くんと陽子さんいないね。おかしいな。おーい、ワイフナイト。金太くんたちいないけど。金太くんと陽子さんいないけど。お昼に行かれましたので。お昼？はい。あ、そうなの？なんかもう収穫してるやん。そう、見て。え、ちょっと待って、なんで収穫の方法を知ってるの？金太くんから、はい、動画が送られてきたんですね。見てない？見てない。え、マジ？仕方をお伝えしますので、着いたら先に収穫を。私たちは昼ご飯を買いに来ましたので、お願いします。これがあのピンセット付きのハサミとなっております。ここです。めっちゃ分かりやすいけど。なるほど、ありがとうございます。じゃあこれを見て収穫したら。こんな自由な感じでいいんですか。いや、すっごい分かりやすいんですよ。いや、めっちゃ分かりやすそうだったけど。なんで丁寧に細かく大事なところも教えてくれてて、この動画。あ、じゃあそれ見てやったらいいんですね、はいはい、僕もやっていいんですね。やりましょう。あ、あるわ、用意されてる。あるわ。ちょっとあの動画見てやろうかな。うわ、すげえ綺麗だね。これピノノワール。うん、本当に綺麗。これがピノノワールなんだ。リコリスの味するかな。何、何の味？リコリス。リコリス。今ピクリスって言わなかった？しおれたやつは取っていいって言ったから、しおれたやつ食べてみよう。でもしおれたやつで味わかる。あ、食べた。どう？美味しい。リコリスの味する、うん、食べたことないでしょ、リコリス。美味しい。え、好みあるブドウって美味しくないと思っていたけど。え、ちょっと一粒俺も。え、なんかしおれたやつの方がいい。確かに。ブドウ農園の人やん。あ、ありがとうございます。ああ、
リコリスの味がするかどうかちょっと確認しないと。美味しいね。その今の一粒から数滴しか取れないじゃん、ワイン。そうだよね。確かに楽しい。楽しい。うん、俺もやるわ。なんか愛おしい。カビが生えてたり、こうやってしおれてるやつはこのピンセットでこうやって落としてっちゃう。で、金太くんのとこのブドウは基本的に綺麗みたいだから、そんなにカビが生えたりとかないって動画で言ってた。オッケーっす。けどね、最初ね、この枝からブドウを取ることすら緊張する。緊張するね。怖いでしょ。怖いよね、最初。こっから切るよ。うん。で、こういうやつをこういうピンセットで、この落としちゃっていいのかな。うん、いいと思う。うわー、なるほど。こういう作業やってんの。こういう、こういうところも取るの、こういうの。そう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 。あるわ。あ、すごいいい香りする。いただきました。いただきや。ぶどう農家さんみたい。いい感じ。今、金太くんと奥さんで陽子さんが帰ってきた音がした。師匠お疲れ様です。はい、めちゃめちゃ分かりやすかったっす。お久しぶりです。よろしくお願いします。あれ、いいじゃん。なんかワイフ内藤さんのレーン、いいやつが多いな。おかしい。うわ、すごいな、ここ身がブワーってなってる。師匠が巨匠が、これが巨匠の取り方ですよ。ちょっとやりすぎちゃってやばい、もう今日怖い。年に1回ですからね、収穫。いやー、こんな最高なタイミングでお邪魔させていただいて、ありがとうございます。ついつい飲めや歌えや収穫祭だからどうも、師匠は昨日ちょっと飲みすぎちゃったみたいです。先月お邪魔した時はそんな感じになりましてイエース。とりあえず今日はここまでです。疲れー。めっちゃ綺麗だね。美しい。あ、結構重い。これがワインになるんですもんね。本当だね。すごいよね、本当に。ワインどうのこうのとか言ってる場合じゃないね。確かに。結構腰やらないでね。まだまだ運転あるよ。え、大丈夫？なんとか。お疲れ様。うお、ゆっくり。ああ、大丈夫です。5.72。5.72。甲って言うんですけど、ブドウの枝の部分は。はいはい。それを除く甲って書いて除甲って言うんですけど、それをせずに。ウサゴと、11.08。キャラの変わり方すごいから全貌っていうやり方やると、はい、この茎の甲の部分の青さとか渋みとかも入って、はい、うんうん、ちょっと複雑味が増すというか。うーん、もう香っちゃってください。もう若干炭酸ガスが出てるので。わー、ほんとだ。もう出るの。うわ、ね、もうね、こうモーンってするよね、うん、下の方からもう重さでつぶ 6.46。 キャラのさ、キャラがこの時だけのキャラがおかしいから測る時だけだから結構もう下の方から潰れていって、自重でで、もう発酵が下の方からだんだん発酵していって、
それをタンク密閉すると、うん、炭酸ガスで充満されて上のブドウも、はいはい、細胞分裂が始まってその発酵マセラシオンカルボニックっていうんですけど、うん、それはボジョレ・ヌーボーとかの作り方と同じなんですよ。はい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 。けどそれをフレッシュな状態になその作り方って結構フレッシュな状態になるんですけどそれを樽で寝かしたりしてもっと複雑性な、うん、があるようなワインにしようと思ってます。なるほど。11.7 何どんどん寄せてってるやん、ね、めちゃめちゃ二日酔いのビートナイトです。ミーティングしたけどね。はい、ミーティングしてきまして、今日はあいにくの雨でございまして本当ですと、ブドウの収穫をするんですけども瓶詰め、瓶詰め、ワインの瓶詰めを瓶詰めのお手伝いをねしていきたいと思います。ありがとう。あ、おはようございます。あー、こじこじ。はじめまして。お久しぶり。おはようございます。すみません。あ、どう。北海道最終日でございまして今ですねこちら、ラーメン信玄味噌ラーメンの有名なところの信玄さん行ってまいりまして食べさせていただきました。今からですね私は、まあ、名古屋に戻って、用事を済ましてからですねまたキャンプにね行きたいと思いますのでまたねキャンプ動画をぜひですね、楽しみにしておいてください。そんなわけで名古屋に帰ります。おかえり。ただいま。